宝井企画宝井企画は、江戸時代前期の廃徊師。本名は、竹下忠志別号は、打者、京神なり道、紳士、宝木祭など。江戸堀江町で、大見国税々藩を手に、竹下東純の長男として生まれた。はじめ、母方の江の木下生を名乗っていたが、後自ら、宝井と改める。なお、生を江の元とする表記が見られるが誤りとされる。 遠方初年、場所に入門。遠方七年観光の坂東太郎に、北ック三区が見え、遠方八年以後、東西門邸独銀二重河川、田舎の九号、陣、武蔵局に二周。天羅三年、巨栗を観光して、監視文調流行の一端を担った。上京三年総称となり、上京四年、俗巨栗を観光。その後も、いつを昔、花積み。 誰がいえ、雑談集を刊行し、サルミノに序文を寄せる。元六七年、馬蕉の死に会い、追前集、枯れ尾花を刊行したほか、天者として、九兄弟、末若葉を刊行。後に、写楽風と呼ばれる作風を生み出す。この頃の先週に、三上銀、正五と類光寺がある。死後、延教四年には、北九州、五元州が刊行された。宝永四年、 47歳で死去。酒を好み、作風は派手で、平明かつ交互調の写楽風を起こした。企画没後、その角の作風や地盤は、水間仙徳に受け継がれ、企画と仙徳の流れを組む門人たちが、江戸徘徊総省の組合、江戸座を結成している。また、企画が天者として用いた店員は、企画から帝さえ受け継がれたものと、企画から、秋色、就職から、 湖中へと受け継がれたものが存在する。1963年、東京都港区芝日本絵の木にあった企画の墓は、菩提寺の上皇寺の移転に伴い、神奈川県伊勢原市に改装。2015年より、同地で宝井企画俳句大会が催されている。名月や畳の上に、松の影、企画の句を話題とした、明治時代の浮世絵。 昭文十明の一人に数えられる。巨来章に収められた逸話は、馬蕉の企画に対する評価をよく物語っている。切られたる夢は、誠かの実の後その角さ。来る曰く、企画は誠に、作者に手はべる。わずかに、のみの喰らい尽きたること、誰か書くは言いつくさん。戦士曰く、叱り。彼は、低下の卿なり。さしてもなきことを、 ことごとしく言い貫いはべる、ときこえ指標に似たり、企画は本当に巧みですね。ちょっと、のみが食いついただけのことを、誰が、ここまで言い尽くせるでしょう、と、向井巨来が言うと、場所が答えて、確かに、彼は、藤原帝家教だよ。ちょっとしたことを、大げさに表現すると評されたのに似ているね、と言った。掘り切り実は、企画が貫弱と伊てを特徴とする配風から、 奇形な見立てや謎めいた、くづくりを喜ぶ写楽風へと変遷したと指摘し、はじめしの感弱にも大いに共鳴していた企画であったが、死の没後は迷うことなく、伊てにして、管轄な境地に遊んだのであったと評している。宝井企画からことばんく、藤川優、一相談書物展望者、1942年、P183。墨田ゆかりの人々墨田区教育委員会。 1985年、22ページ。田中義信、元禄の記載、宝井企画進展者2000年11月。岡本まさる、キラ松尾・マツオ、審判金星文学研究辞典オーフ、2006年2月、349から350ページ。稲葉有りすけ、宝井企画と、都会派廃会、笠間書院、2018年2月。 299ページ。第5回、宝居企画検証俳句配分大賞。k i k a k u b j p 2020年2月3日閲覧。堀切実る、芭蕉の門人岩波書店。1991年10月。110から140ページ。ありがとうございます。